人口は三万二千二百十六人。かつては十字軍国家の一つ、エルサレム王国の一部であり、十字軍の建てた城塞の遺跡で知られる。カラクは、シュトアンマンの南百四十キロメートルの位置にある。カラクの町と十字軍のカラク城は、標高千メートルの丘の上にある。視界を見下ろす丘は、上の大地が三角形の形をしており、三方を深い谷間に囲まれ、 三角形の南端に唐ク城がそびえている。三角形の底辺にあたる部分には市街地が集中し、19世紀末のオスマン帝国の時代に遡る家、レストラン、ホテルなどの建物が多い。2015年の人口は32,216人で、唐ク群には101,377人住んでおり、これは、 カラク県の総人口の32%にあたる。市内の人口の75%はムスリムであるが、キリスト教徒も25%と多数居住しており、人口比に対するキリスト教徒の割合はヨルダンでも高い。カラク城からの眺め。視界のみならずヨルダン川西岸がまで見渡せるカラクには、少なくとも鉄器時代から人が住んでおり、 イスラエル人とは隣人ながら対立もしていた、モアブ人の重要都市、キルがあった。1958年には、カラクから、モアブ文字で書かれた秘文の断片が発見されており、モアブの主神ケモシュの神殿に関する言及などがある。キルは、旧約聖書ではキルハラセテと呼ばれていた。イザヤ書15章から16章は、 モアブの行く末に関する予言が語られており、その中で、モアブが敵に攻め滅ぼされる様が語られ、16章11節では、我が花綿は、モアブのために、我が胸は、キルヘレスのために、盾ごとのように嘆くとある。キルは、シリア地方に攻め込んだ、アッシリア帝国の侵略にさらされた。アモス書1章5節9章7節では、キルは、シリア人が、 パレスチナの北に住む前に住まわされていた地であるとされ、列王期間の16章9節では、ティグラとピラセル王がダマスコを征服した後、その住民をキルに強制移住させたことが記されている。またこの時期には、古代エジプトから、アカバ、マーアン、アンマン、ダマスカスを経て、メソポタミアに至る、王の道と呼ばれる街道がキルを通っていた。 カラク城ヘレニズム期末期にはカラクはカルカと呼ばれる重要都市であった。カラクはナバテア王国の支配下となったが、105年にはナバテアもローマ帝国に征服された。東ローマ帝国の下ではカラクには主教がおり、ナザレ教会など崇拝を集める教会があった。イスラム帝国による征服後もカラクの住民はキリスト教徒が主であった。 十字軍の時代には、エルサレム王国の重要拠点となりカラク城が建てられたが、アイユー部長のサラーフアディーンにより奪取されている。この時期の遺跡は、今もカラクに多く残っている。カラク城カラク城の城壁。二階建てになっており中には、アーチ状の天井の部屋があるカラクの十字軍の城は、シリアにある、クラックデシュバリエなどと並び保存状態が非常に良い。 ケラク城は1142年、エルサレムを古くの部下ペイアン・ルボーテイへの手によって建設が始まった。十字軍の間ではこの城は、クラックでモアビテ、またはモアブのケラクなどと呼ばれていた。城は、古くからこの地にあった巧妙な教会、ナザレ教会の周囲に築かれている。アルカラクの十字軍の城ペイアンは、 エルサレム王国の風神トランスヨルダン領主でもあり、ケラクは、さらに南の視界と赤羽湾の間にあったクラックド、モンレアルに代わりトランスヨルダン領の中心となった。ヨルダン川の東岸にあったカラクは、ダマスカスから、エジプトやメッカに至る、交易路や砂漠に住むベドウィン諸部族を抑えることが、できる位置にあった。ペイアンの死後、 カラクは次のトランスヨルダン領主となったオイノモーリス、及びその次の領主、フィリップ・ド・ミリーの手により、塔が増築され、北側と南側には岩盤に深い防御用の堀が刻まれた。現存する中で、最も特筆すべき建築的特徴は、北の城壁であり、その中に、巨大な、筒状ボールとのあるホールが2層にわたり、作られている。 これらのホールは住居及び旧車に使われたほか、城の入り口を見下ろす、戦闘用の回廊として、工場兵器から放たれる石などからの避難所としても、使用された。1176年、元、アンティオキア港で、ザンギー町に囚われていたルノード・シャティオンは、多額の釈放金を積んで出国し、直後に、フィリップ・ド・ミリーの娘エティエネット・ド・ミリーと結婚して、 トランスヨルダン領とカラク城を手に入れた。カラク城を拠点に、ルノは対象を何度も襲い、果ては、メッカへの巡礼者までをも襲った。1183年、サラーフ・アディーンは、ルノの旅重なる攻撃の報復として、カラク城を包囲した。城内ではあたかも、エルサレム王国のイザベル王女とオンフロアド・トロン・ヨンの結婚式が行われていたが、 キウチからの申し出を受けたサラディンは、騎士道的な態度から、結婚式の行われている部屋を工場兵器による攻撃の対象から外した。イザベルのアニボードゥアニ4世は重い病いを患って、いたが自ら救援の軍を率いて、カラク城を死守している。1187年のハッティーンの戦い以後、サラディンは、エルサレムはじめ十字軍国家の拠点をパレスチナから、一掃し、 カラクジョーも行為した。ケラクジョーは一年以上戦い抜いたが、途中上に苦しむ守備側は食料を手に入れるため、女子供を奴隷に売るまでに追い込まれたとも言われ、最終的には1189年に落城し、サラディンの愛友部長の手に渡った。1263年、愛友部長に代わり、エジプトを支配したマムルーク長のオーバイバルスは、カラクジョーを手に入れ、 ナザレ教会を取り壊すなどして補強を行い、北西閣に新たな塔を築いた。オスマン帝国時代、カラク城はシリア地方とアラビアエジプトの間を結ぶ交易路を抑える拠点としてなおも戦略上重要な要塞であった。1840年の第二次シリア戦役でムハンマドアリーアサエジプトの総督イブラーヒームパシャはオスマン帝国軍の守るカラク城を落とし、 城の大半を取り壊した。唐苦城は戦略的要衝である大地の南端一帯を占めている。十字軍建築の恒例として、またヨーロッパとビザンチンを呼びアラブの建築様式が混じり合った例として、唐苦城はよく知られている。城の内部には唐苦考古学博物館があり、2004年には改修を経て再開館している。博物館は、 戦士時代からモアブ、ローマ、ビザンチン、イスラム時代に至るカラク地域の地方史、及びカラク城とカラクの街の歴史を、カラク地域やカラク城から出土した、考古資料の展示を通じて紹介している。2016年12月18日、城に立てこもり観光客を人質にしていた、武装集団と警察の間で銃撃戦があり、カナダ人一人、ヨルダン人、 市民二人、警察官七人の、計十人が殺害された。また、市民や、警察官が二十七人負傷した。サッカーのザートラースクラブの本拠地である。シティ・ポピュレーション,ン・閲覧日二千十六年十二月十九日、スティーブン・ランシュメン、A History of the Cruises Vol.2、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、1987、アペンディックス・スリー・ハット。 ヨルダンの観光地で銃撃戦カナダ人女性含む10人死亡。朝日新聞デジタル2016年12月19日閲覧日。2016年12月19日。ありがとうございます。